オルジョニキーゼの写真。1926年撮影。グリゴリー・コンスタンティノビチ・オルジョニキーゼは、ロシアの革命家、ソビエト連邦の政治家、ソ連共産党政治局員で、スターリンとは革命時代からの親友であり、オルジョニキーゼ、スターリン、ミコヤンはカフカース派と呼ばれるグループを構成していた。スターリンが最高指導者になった後もスターリンに、対して革命時代の愛称。 工場を使うことの許された人物、セルゴの名で活動していたため、一般には、セルゴ・オルジョニキーゼの名で知られている。日本語訳では、オルジョニキゼ、オルジョニキッゼなどとも、オルジョニキーゼの肖像が印刷された1952年発行の、ソ連の切っクルジア西部の腹が売りで生まれ、1903年から、過激グループに関わるようになり、そして、 ティフリスのミハイロフ病院医療学校を医師として卒業した後に武器の運び屋として逮捕された。彼は釈放されるとドイツに向かったが、1907年にはロシアに帰国してバクウに移住し、そこにおいて彼はスターリン等と共に活動した。セルゴはボルシェビキ等の任務としてイラン立憲革命に参加し、しばらくの間はテヘランに滞在した。 彼はロシア社会民主労働党の党員であるとして逮捕されシベリアに追放されたが3年後にはどうにか脱出した。1912年4月、彼はスターリンと共にサンクトペテルブルクに帰還したが再び逮捕され3年間の重労働の刑を課せられた。ロシア内戦の最中、彼はウクライナの政治委員となりカフカースにおける闘争の一翼を担った。 また彼はその地において、後にアルメニアなどの国々におけるソビエト政権の樹立を支援した。1921年、彼はグルジア民主共和国に対する赤軍の侵攻を指導し、グルジア社会主義ソビエト共和国の樹立に役割を果たした。その後、彼はロシア共和国からグルジアの自治を求める動きを弾圧し、これにより1922年のグルジア問題に、 関わる主要人物の一人となった。1926年、オルジョニキーゼは政治局員に選出されたが、しかし1936年までに、スターリンは彼の忠誠を疑問視するようになっていた。オルジョニキーゼは、その演説をする前に、遺体で発見された。彼の死は自殺であると判定された。フルシチョフの回想録によれば、オルジョニキーゼは自殺の前夜、アナスタスミコヤンに対し、 スターリンが、党に対して行っていることを許せないが、もうこれ以上それと戦う力を持たないと打ち明けていた。ソ連時代、ウラジカフカスのように、いくつかの都市が彼にちなんで、オルジョニキーゼと改名された。ラテンテンシャ、グリーゴル・アージョナ・キズ、ハット・ラテンテンシャ、グリゴリ・コンシュタンテノビッチ・オーゲウニーキ・キザ・ストローブ、タルボット・フルシチョフ・回想録、タイム・ライフ・インターナショナル。 1972年81から82ページありがとうございます。